ですね。雨の中行きます。はい、お世話になりました。ゆめさん、元気への道です。元気です。僕の嵐を行きます。で唯一山道が残ってるのはこのエリアだけかな。木道道に戻りましたよ。ほほほだ、三原市新道への道です。はい、そうだよ、日が出てきちゃいました。嘘みたい。三原市到着。無料休憩所があります。まだあの陥木は先が広がってるんだけどね、地面が。うん、あのなんか土壌がね。土壌がね。うん。山頂の滝に向かってます。温泉小屋ですよ。空気は雲の中で、温泉小屋の空気を見ていて、なんとなく、ね、こっちへ山頂の滝行ってみて、なんか山頂の滝の下まで行きに行くぞ。
めました。これから見てみたいと思います。こちらよくわかりませんね。こちらね、見て、え、いや、足から、うん、気持ちが入れたいです。本当に見て、ああ、記録を頼みからながら、こういう力が入って歩いてますよ。ね、皆さんは歌を歌って歩いてますけどね、うん、はあ、じゃあね、まだ1時間経ったかありますね。長いです。今年は平成8年ですかね。ああ、下沢だって。今さんはここでちょっと休憩をしますから、この小さなポイントに立ってね、サンプさん見てまでサンプさん、はい、雪でちょっと見つかんで、うん、冷たくなる、今雪を見るか、雪を叩いていきます。あと15分ぐらいかな。500m 見て、500m してこれ左行くとどこなんだ。左が、あ、吉ヶ岳の道だ。1時25分、ちんね、見ても調子は順につきました。はーい、はい、はい、あー、乾杯。雨だ雨だ雨じゃんじゃかぜ。Huh?